はい、では2時になりましたので次のプログラム始めたいと思います2時から2時45分まではプログラマーという立場から考える電子書籍プラスちょっと図書館を開催いたします日本最大の図書館蔵書検索サイトカーリルの代表取締役である吉本隆二さんが登壇します カーディルというサービスを運営しているお立場から図書館と電子書籍についてのお話と少し視点を広げてオープンソースなどプログラマーの文化と電子書籍の関係を考察いたします。会進行は弊社副社長の釜田純子になります。よろしくお願いします。え皆さんこんにちは。えー、ボイジャーの釜田です、えー。今日ですねあのー。 私が実はあのカーリルさんぜひお話を聞いてみたいと思ってあ,のある意味では自分がやりたいことをこの場でやっているでにもかかわらずあのいつの間にかです、ね、あの今日、ある意味一番の着席率最初からです、ね、あの非常にあの注目が集まっているなというのを実感しております。 それで、えー、先にですね忘れちゃうといけないのであのスタッフがですね先に着席された方のところにはカーリルさんからあのこちらの、えー、使い方を簡単に書いたものをいただいております。これあのスタッフの方であの会場にいらっしゃる方は自由に持っていただいているようにあのお配りしますのでよろしければあのこちら持って帰ってください。それでで今日ですね、あのー ここの場でいろいろ聞きたいんですけども私の段取りとしてはまず45分の中の3分の1ぐらいそれをカリルさん、まあ、サービス知らない方もまだいらっしゃると思うのでそのお話それから開発とかいろんな技術面で聞きたいことひょっとしたら皆さんおありかもしれないのでそういったお話で少しですね堅苦しくなりすぎずに半分ずつぐらいそんな感じでやってみたいと思います。でえー ちょっと最初に質問だっけカエリルというあのサービスご存知の方あ,ありがとうございますじゃあ,あのまだご存知ない方もいるのでまずそこから、はい、お願いしますありがとうございます画面切り替えてください、はい、あのもうこんなにあの自己紹介というか紹介していただけると思ってなかったのでほとんどスライダー使い切ったという状況からスタートなんですけどもはい はじ、まあ、めましてということで吉本と申します、えー、岐阜県の中津川市というところに住んでまして、えー、株式会社カーリルの、まあ、代表取締役というのと、まあ、エンジニアということで開発も担当しています、えー、コンピューターと出会ってから20年ぐらい、えー、経ちますでもうカーリルとはというところからなんですけども、えー、先ほどあの紹介いただいたように、まあ、これ、自称なんですけども、えー、日本最大の図書館、えー、蔵書検索サイト といいう,うに言っています、えーまあ、複数の図書館まとめて検索できるんですけども、えー、現在対応している図書館がちょうど今月、えー、6400を超えました、えー、6400という中にはあの公共図書館といわれる、まあ、町の図書館から大学の図書館図書室それから専門図書館といわれるようなものも含んでいますあと、まあ、地域の本当公民館の図書室みたいなものも入っています そういったものをこうまとめてですねあの自分の使いやすいように検索することができるというようなサービスになっていますで、まあ、特徴としてはあのこういう割とこと図書館というまあ公共的なサービスなんですけどもあの株式会社カーリルというあのまあ民間企業というかまあちっちゃい会社が運営していますでちょっとこう、まあ、図書館を便利にするウェブサービスというふうに言っているんですけども、えー どうしようかなちょっと、まあ、実際に画面を見るのが一番早いかなと思ってましてえと、まあ、こんなようなウェブサイトになってますあのスマートフォンなんかからも使えますでこう適当なキーワードで検索したりとか、えーまあ、本のページ、まあ、キーワードで検索してもいいんですけども今ちょっとみんなの人気の本というのを押してみました でそうしますと今、ちょっとこう、えー、新宿区と飯能市っていう設定になってるんですけども両方、まあ、本ないとで例えば、そういう時にこれ自分がまあ普段使っている図書館、えー、例えばこう住んでるところとか働いてるところもしくは通っている大学っていうのを一緒に設定しておくことで、えー、その図書館を合わせて検索することができますさらに、こうう例えばもうどうしても読みたいっていう時に、えー、東京都内どこでこれ借りれるのっていうようなことが見えます。えー まあ国会図書館とか渋谷区とか出てきてえ今、貸し出し中かどうかということもリアルタイムで分かるのでえまあもちろんこう図書館のページにつながって棚のどこにあるかというようなことまで分かるようなサービスになっています今見せていただいたのはあの図書館の検索サービスとしてその地域の図書館の蔵書を検索するこれはまあ多分あ、ある程度の方やっておられると思うんですけどそこと違うんですね。 そうですね今までもあのカーリル始まる前っていうのもそれぞれの図書館っていうのは自分のところの本を検索するというサービスをやってたんですけれどもカーリルはそれをこうデータをまとめることによってより使いやすい、まあ、合わせて検索したりとかさらにいろんな情報があるというような検索ができるようになっています。実はですねやっぱりこう私たちよくあの まあ私、ちょっと年を取っているのでよく言うんですけどコンビニで物を買うっていうような感覚でソフトウェアのサービスが出来上がるっていう風に思うところがあるんですよ。っていうのは頼めば作ってもらえるで自分は考えなくていい意外とそういうことを考えて特にソフトウェアって分からないのでそういう風に考えがちなんですねでも、そうでもないんですよ。 やっぱり一人一人の気持ちがあってこそなので、まあ、ちょっと作るまでの話を少ししていただいた方がもう、あのー、とにかく新しい Web サービスを作ろうということでですね、あのー、私、住んでます中津川市というところで、えー、仲間と集まってやった合宿をやりまして何か新しい Web サービスを作ろうという話がありました。でその時のの時テーマっていうのが えー、まあ、生活に密着したサービスってなんかできたら面白いよねとなんかこう IT に詳しい人だけじゃなくてこう自分の身の回りにいる人がなんか勝手に使ってるようなサービスって作れたら、えー、いいなという話をちょっと仲間としてましてそういう中からこういろいろなアイデアをブレストしてたわけですこれまあ、2010年の1月23日なんですけどもまあ、ちょうどここに図書館っていうのがあってですねまあ 実はこうホワイトボードをいっぱいに書いたアイデアの中の図書館ってこれだけのところからが本当にスタートでしたでこうなんかその時の話でなん,かなんでそういう話になったのか分かんないんですけどもなんか図書館面白いんじゃないかという話になりましたで、まあ、ちょっともうちょっと掘り下げて調べてみますと えー、図書館の本の検索っていうのはなんか結構いろいろな図書館で検索できるようにすでになっていて、えー、画面っていうのがどうもバラバラどこ行ってもいろんな画面があってですねどうやって使っていいかよくわからないでなんかこれってなんかもうちょっとなんとかできないかなっていう風に思ったのが本当に最初のところですでまあ図書館システムの問題点っていうのをその時考えたのは、まあ、とにかくシステムとか画面がバラバラで、えー、図書館にある本しか探せないとか えーまあ、そもそも図書館使ってないっていうのがあってですね僕自身、図書館カーリル始めるまであの開発した段階では実は地元の図書館の登録もしてなかったとあの自分が使ってないんでどうやったら使うようになるかなっていうような想定からスタートしましたで、えーまあ、僕たちやってるのはもう議論するより作った方が早いというところがあってまあ そういう技術があるのであればやっちゃった方がいいとで少なくとも図書館っていうのはウェブにデータを公開してるっていうことは、まあ、その時いろいろ調べたらわかったんでこう,うまいことそのインターネットに公開したデータっていうのを同じような統一的なデータに変換できれば、えー、こうなんかできるんじゃないかそこからなんかできるんじゃないかというふうに考えました。 でもうちょうどそのブレストをした日に出てたのが「無敵図書館」っていう、まあ、これコンセプトで最初始めましたあの、まあ、とにかく本が全部検索できて自分が読みたい本が分かるっていうのは「無敵図書館」だというところがカーリルの最初のスタートになりましたこう合宿実際こう2泊3日でやったんですけどもそこから24時間ぐらい寝ずに作って最初に作ったのが えー、ギフト京都と東京の本が探せるっていう、まあ、試作サイトみたいなものを作りましただいたい24時間ぐらいほとんど寝てないんですけども、まあ、面白いんでこう作ろうとでその時にこう画面とか検索とかどうやったらいいかっていうアイデアもいろいろ試作しましたであこの時になんでギフ京都東京かっていうとたまたま集まったメンバーが住んでたのがギフト京都と東京だったんで自分が住んでるところの本を探したいというそれだけのことです でえーまあ、2日やってみたところ結構面白くてできそうじゃないかというところがなんか見えてきた気がしたんでこれサービス化しようよということになりましたで実際、その合宿のときには2つアイデアが出ていて、えー、同時に2つのことを4人で試作してたんですがもう片方、そもそも何作ってたかっていうのをもう今、忘れちゃってるっていう状況です。なんか作っっててたはずななんんですけどあんまり印象に残ってないと でまあ、基本的なことはすごく簡単で図書館で本を探しているとき自,、まあ、自分だったらどうするのかなということを考えたわけです。で大体こう図書館で本を探そうとするとアマゾンでまず本を探して、えー、その本のタイトルとかを図書館のホームページにコピーして検索したりとかもしくは ISBN をコピーして図書館のページに行って、えー、検索したりとかでまた本がないです。 そもそもその前に自分の周りにどういう図書館があるのかというようなことも、まあ、探さなきゃいけないというようなところを一発でできたらいいんじゃないかというところでしたで、まあ、さっき先ほどこうデモしたような、えー、検索サイトカーリルというのができましたでなんでカーリルかっていう、まあ、もちろんカーリルから来てるんですけども、えーまあ、最初の時のテーマでもうとにかく図書館っぽいデザインをやりたくないと図書館っぽいサイトって当時、えー、とさっきちょっとあったやつですねこう まあこんな感じですね、なんか木のデザインとかですね、こう本棚っぽいとか,なんか検索ボックスがいっぱいあるとかこういうの図書館っぽいのをやめてなんか外に出ようっていうのが最初のコンセプトだったんですこう図書館っていうのは外にお出かけすることなんで外に出るっていうイメージのウェブサイトにしようというのでこ,れまあこの辺も最初のデザインなんですけども、まあ、とにかく全部外みたいなデザインで。 作りましたそしたら「無敵図書館」っていうのを、まあ、一緒にデザイナーもメンバーで一緒にやってるんですけどもなんかもう武将とかが出てきて全然イメージに合わないっていうことを、まあ、3日ぐらい訴えられましてじゃあ「無敵図書館」っていうのは諦めようと <laughs> いうことでいろいろ出した中でカーリルという名前は実は「カリール」という名前に2日前に決まってその前日にやっぱり「借りる」っていうことがメインじゃないとこのサイトは。 なんか図書館に行,く行ってなんか新しいことを感じてほしいなっていうところでかカーリルというネーミングになりましたで、まあ、あの地図から自分が住んでいるところとかを選ぶと検索されて書影が出たりとか、まあ、貸し出しの状況が色分けで分かるというところですね。で例えば読みたいリストに入れておくとどの本が今日借りられるか分かるという、まあ、図書館を使っている人にとってはすごい便利なサービスになったかなと思います。で 実は開発期間というのがどれくらいかかったかというと先ほどの1月に出したアイディアがあって、えー、一般に公開したのが3月10日だったので大体2か月ぐらいの開発期間2か月から3か月ぐらいの開発期間で開発しましたで、まあ、今では90%、まあえー、今日現在だと93%これは、まあ、公共図書館と言われている図書館で統計すると93%。 に対応しています最初はあのお願いしないとというかわざわざこう行かないとデータの提供ここについて難しかったって最近なんかお願いう最近、ね、実は最初始めたときは4300巻だったんですけどもとにかく勝手にデータを取ってきてですね検索できるようにしましたということで世の中に出しました、まあ、正直最初怒られるかもしれないしどうなるか分からないというところからスタートだったんですけどもあのまあ 本当に今では結構こう対応するためにシステム開始をしてくれるところとか、えー、まあ逆に言うと今対応できないところが残ってるってこともあるんですけども、えー、まあかなりこう図書館側の協力もしていただけるようになってきています。でまあ、とカーリルっていうのを作るにあたって、まあ、頑張ったところというか肝ってどういうところかっていうと、まあ、とにかく、えー書,まあ、書誌データって言われる本のデータっていうのは Amazon が まあ一番大々的にまあ提供してたりとかですね、まあ、実は始める段階ではアマゾンのことぐらいしか僕たち知らなかったわけです、大丈夫なんですよあの、私の調査によればですね、アマゾンの,の API と書士なんていうものは、今、すごくこう分かったように言ってますけれども、この仕事を始める前には、書士っていう言葉そういう情報があるということすら,すら知らなかったと、前にあの吉本さん、ひっそり言っておられるので、そうおっしゃってて、でそういうふうなものが、 ここにあるわけですね。そうで,す、ね、でまあ一番なかったのってどこかっていうと本当にこの所蔵データ、まあ、図書館が持ってるか持ってないかっていうところのデータでしたでそこを、まあ、僕の特に担当でやったのは、えーまあ、2000以上あるシステムをこう、まあ、ウェブサイトから。 えーまあ、それぞれ別の仕様とか別の画面全部別の画面なんですけども、えー、とにかくこう必要なエッセンス貸し出し中とか、えー、所蔵場所がどこなのかってことを抽出して、えー、所蔵データとして加工するっていうところが、まあ、カーリルのこうデータ的な肝の部分になってますで、はい、この API って書いてあるのは多分ちょっと馴染みがないかもしれないですごく簡単に API って何、えーまあ、なんかこう 拡張するとアプリケーションプログラミングインターフェースと多分言うみたいなんですが、まあ、多分、んていうんですかね、他は API っていうのがあってですね、アマゾンはプログラムで自動的にこう、まあ、ちょっと書けば本の情報を引っ張ってこれたりとか、まあ、今日では国会図書館とか、い、え、ろ、ー、んなところからプログラムで簡単に本の情報を取り出せるんですけども、えー、図書館が本を持ってるかどうかっていう情報に関しては、とあのそれまでそういうデータっていうのはなかったわけですね。まあ、 なので、自分で作ろうっていうふうに思いました。あのこの部分がないということなので、まあ、この部分自分で作ろうっていうことで、あの自分まあ、この API っていうのは、カーリルの中でも使ってるんですけども、あのそのまま全く同じ形で無償公開もしています。なので、誰でもこのデータを使えるようにしました。でもう、これは最初の時から考えていて、実はこのカーリル API っていうのを独立したものを、 えー、カーリルというのは一ユーザーとしてそのデータを使っているだけという立場、全く並列でいろいろなアプリとか開発者に対してデータを提供するというようなモデルになっています。でここは、まあ、最初の段階では実は怒られるかもしれないというのがあって、ですね、まあ、とにかくみんなで使えばいいだろうと、<laughs> あの独り占めしないというのはすごく大事なことだろうというのが、もうすごく切実な問題としてあったということもあります。もももちろん今ととななっっっっててては、まあ、図書館がが盛り上がってデータ使ってもらうっていういのはすごく重要な なので、まあ、どんどん使っていただければというふうに思ってます。で、まあ、ビジネスモデルっていうところ、よく聞かれるわけなんですけども、えーまあ、とにかく公共サービスなんだけど、えーまあ、公共サービスでこれをなんかシステムしてどこかに売るっていうモデルではないんじゃないかなという、まあ、逆に言うと、そこまで考えてなかったっていうことなんですね、最初の段階では。なんかこう、面白いことができそうで、自分たちも便利で、えー、作ってみたいと。 で別にそれをお金出してくれるというよりは自分が動けばできると、えー、いうことでどういうビジネスモデルかというと実はまあ本探しているわけなんで、まあ、ないときにアマゾンから買えますよとか古書ありますよというようなところからのアフィリエイトというのがメインの収入源になっています。でまあ、これもやってみて分かったことなんですけどもやっぱり図書館使っている人は本読んでるんで本買ってるっていうことは確実にあるんだろうなという,ふうに思います。 でまあ、ちょっとこの辺は複、えーまあ、次的なところで結局、全国本がどれぐらいあってどう動いているかという情報が全部見えるわけです、でこれはまあ今後の話なんですけども、えー、例えばこう村上春樹の1984というのが全国の図書館に1万4600冊あって現時点で8793冊貸し出し中みたいな情報がわかります今のはリアルタイムに分かるわけです、ね、リアルタイムにわかるで いいですかねこの話を先にした方がいいと思うんですけど <laughs> えと翻訳に挑戦したと,で、まあ、と本の検索サイトを、まあ、作っているのでこう書誌情報とか自分のところに出るんですけども、えー、ボイジャーさんからこうお誘いをいただきまして「マニフェスト本の未来」という本の翻訳を一、えーまあ、章担当させていただきました。 まあそしたら嬉しいことにですね、Amazon に乗るわけですよ。まあなんか僕はそのレベルで喜んでるだけなんですけども、でちゃんとカーリルにも乗るっていうので、やった自分でカーリルに乗ったということはすごく楽しかったと <laughs> いうことですで、その話で、えー、もうほんの、えー、10分ぐらい前の段階で、えー、全国の図書館のそのマニフェスト本の未来が何冊ぐらい所蔵されているのかっていう、えー、情報を。 取りましたちょっとちゃんときれいに出せてる状態ではないんですけども、えー、例えば上が東京、三鷹また三鷹市の本館とかですねその時は、えー、山口の下松の本館に3冊あるとかですねでそれぞれこう貸し出し課とか貸し出し中とかっていう状態が分かるという、まあ、カーリルっていうのはまあ検索してるんで、まあ、統合すればこういうデータを扱ってるとでそうすると。 現時点で全国の大学と公共図書館合わせてこれちょっと正しいかどうかわからないんですけども115冊あるとでそれが結構こう読まれてるっていうことですね貸し出し中みたいになっててちょっとこういうのを時系列で追っていくとこれから面白いかななんてことも思ってますこれやっぱ自分で本,で、ね、本書くといいですか、ね、これこのデータ初めて見てなんか感動しました <laughs> 私あのマニフェスト本の未来っていうのは私あの担当編集者なんですけど えーまあ、図書館に入れたいというのもあったんだけれども図書館って一人がリクエストして例えば私、目黒区なんですが目黒区でぽいあとお願いしたからといって目黒区の図書館買ってくれないんですね、どのくらいっ必要かというの意外と慎重なんです最近、増床増やさないという微妙な方針が出ているらしくてあこれは嬉しいですね、ありがとうございます <laughs>、はい、ちょっとこんなことも、えー、これ、データということでこんなふうに。あはい、出ましたね。 これはちょっとあのいきなりここに来た時のさっきのあの紹介のところにもありましたけれども、えー、実は、えー、そのなていうんですかね、見,見た目といったらちょっと失礼にあたると思いますけれども、えー、このパソコンソフト作りっていうのがやっぱり好きなんですよね、吉本さんね。あの基本的になんかまあ自分ではモノ作りっていう風にも言って。 出る時もあって実は今までやってきた仕事もなんかこうソフトウェアだけじゃなくて、えー、プリンターとかデジカメとかですねものっていうのを作ってきたこともあるんですけどもなんか作ってそれが動いてるのっていうのが、まあ、根本的に楽しいっていうところがあるのかなっていうふうには。なんか小学校6年生ぐらい から皆さんわかります。小学校六年生ですよ。六年生ぐらいからパソ,パソコン通信サービスの PC 版とかですね、ニフティサーブでなんかソフトを提供してたって言うんですよ。誰なのそれってこの人みたいな感じなんですけど。<laughs> そうですね。あのまあこう振り返ってみると結構いろいろなフリーソフトとかを作っていて、まあ結構なんていうんですかね。今こう 図書館のことを始めてみるとなんか年配の大学の先生とかからそれ使ってるとか言われてですねあ,のなんかあんまり Windows2000 以降ぐらい更新してないんですけども律儀に Windows8 でも動いたって言ってちゃんと使ってくれている人がいるということでですね、まあ、なんかこれも後からやってみるとこうソフトウェア作家みたいな風にも言えるのかなっっっててていいうのを勝手に言ってみたっていういや立派にでもこれ自信作が入ってないじゃないですかえーとここれこれでか DPX あ下切れちゃってるんですね。ちょっと <laughs> すませんなんか一番好きな自信作は DPEX っていうものだと、えーね、処理速度に自信があるとおっっししゃってました、ねあ,とね、あとエグジフリーダーとかこの辺も、えーとですね、あのデジタルカメラのヘッダーについてるメタ情報でエグジフというのがあってですねそのエグジフっていうのを読むためのソフトっていうのを多分日本で最初ぐらいに開発して、えー、一時期はこうデジタルカメラの会社とかもみんなそれを使って これも実はカーリルと同じモデルで勝手にですね各社の勝手に作ったフォーマットを解析して読めるようにするっていうなんか野良的なことをやってたらですねもうそれ会社で使いたいみたいなところから結構デジタルカメラのいろいろな試験ソフトとかそういう業界の関係するソフトとかも作るなんか羽目になったというかでもこう趣味が仕事になるとお休みないんじゃないですか。 どううなんでしょうねまあ休みがあるからできるっていう考えもあってなんてんていううですかこうオフがあるからこそやるっていうところで結局埋まっちゃうんですけどもこうやりたいことはいっぱいあるっていうところですね。あまあ、こなんかこれちょっと中締め的な感じなんですけどじゃあなんか電子書籍と、えーまあ、本とかいろいろこうソフトウェアとかっていうふうに考えたときにまあ 結局のところ、まあ、命作って作るものっていうのがそういうものっていうのが僕の定義かなと思ったわけです。なん,なんていうんですかねこう、結局ソフトウェアも本も電子書籍も結構一緒なんじゃないかとそうですねエディターで作るっていう点でいけば一緒かもしれませんよねねそうです、ねまあ、パッケージングもしてますしなん,か、えーまあ、な,なんというかそんな気がしてですね間違いがよくわからないと。 で、まあ、正直、僕自身は電子書籍の議論っていうのはあんまりついていけてないっていうところはあってですねなんかこう、まあ、結局、昔のウェブって今の電子書籍だった気がするしみたいなこうたわいもないことを思ってるんですけどでそういう意味でも、まあ、守ってるのは大したものじゃないっていうのはなんかこれ自分に聞かせてる言葉だなと思ったんですね。 こうなんか自分が作ったものが結構後から見るといやよくこ,うこんなことしたなってことはよくあってですねこうなんでかっていうと命削って作ってるんであのカーリルっていうサービス立ち上げるときもその全国の図書館のえサイトを全部解析してまあ勝手に解析してですねデータを引っ張ってくるっていうことをやってたんですけどがとにかく早く開発しないとなんか勝手にですね 誰か作るんじゃないかとか思い込んでてですねこんな面白いことはなんか誰か作っちゃうんじゃないかって思い込んで、えー、ほとんど寝ずにですねやっ,、まあ、やってたんですねでこたつの中でずっとなんかこう上向きにパソコンを持ちながら開発してたっていう、まあ、冬だったんでちょうど寒かったっていうところもあるんですけど、あのー、で別にそんなに守る気はなくて、まあ、API でどんどん使ってもらってどんどん使われてなんか えー、カーリルと同じようなことできるアプリっていっぱい出てるんですけども、まあ、それも結構なんか自分に言い聞かせてるというか思ってるのは守ってるのそんな大したものじゃな,くないなっていうのを自分、まあ、人には言えないんですけども自分の作ったものになら言えるというのは思ってますで要はさっきの DPX っていうああのソフトウェアも実はシェアウェアとして優勝で販売していてですねあ、まあしてまあ、今もしてるんですけども、まあ、当時もしていて。 で結構、海外からも欲しいということで、まあ、いろんな国の言語版っていうのもあの各国のいろんな方と協力して出したりとかしたらですねちゃんとですねロシア語のサイトとかですねパスワードを自動生成するソフトとかができていてですねなんか僕が適当に作ったプログラムをちゃんと読み解いてくれて,てもて感動するっていうそ,そこまでして使いたい人がいるのかっていうところはあるんですけどもその時思ったのは、まあまあ、持ってるもの大したことなくて。で 結局まあ生きていればまた作れるっていうのがあってですねなんかそんなにね保護するっていうことにまあ僕自身は興味がないあのまた作ろうよってところに持っていきたいなっていうところ。 これあの作っているあのシステムの中で、まあ、あのパソコンのことを少しやられている方であれば全部が全部自分があの、まあ、一行一行あのエディタで書くのではなくて、えー、ところどころ、ですね、えー、他の人が作ったものを借りたりあるいは買ったりして作るとそしてあの吉本さんが面白いと思ったのはなんかロ,シアロシアでお買い物するのが好きなんですって。あそうですねあのもともとあの 結構そのアプリ特にアプリケーション開発したりとかしているときに、えー、ロシアの、まあ、会社と結構取引とかいろいろしててですねまあ、あっちの方は自分の作ったもののソースコードとかってどんどん売ってくれるんですねで、まあ、それ買ってですねバグ見つけると直したよって送るとちゃんと向こうを取り入れてくれてですねあのなんていうかソフトウェアの開発の文化もちょっと違うのかなっていうのはあって僕は結構好きでしたあのなんかドルの人たちよりいいんですって <laughs> そうですねあの な,なんて言ううでしょうねこうあんまりその権利がどうのこうのよりもなんか作るっていうところでなんかやっていけるっていうところはあるのかな,なんかできないことあったらやろうよとか,なんかなバグがあったら一緒に直そうよみたいなところすすごい好きですねあの吉本さんのこのお話を聞けるというチャンスをもらってからですねじゃあ吉本さんに何を聞いてみたいですかっていうのを実はちょっとあの短い期間だったんですけど質問したらば。 質問したらですね API について聞きたいでもそれだけしかないのでなんか <laughs> API の何が聞きたいのかというのはまだ未だ分からないんですけど、えー、とそのやっぱり技術者が使うものそれから多分あの使うことについての権利だと思うんですけどもカーリルの API 公開されているものこれを例えば商用利用するとか自分のアプリケーションに組み込んで使っていくこれは OK。 あとですね。あのー、サービスについてで、特にそのこのかわいいユーザーインターフェース。さっきの図書館らしい。図書館っていうのはなんか図書館システムっていう。常識がある中で、カーリルが最初に出てきた時、私もびっくりしたんですねえ。この人たち一体何なんだみたいな感じがあったんですよ。で今そのもっとこう。何て言うんでしょうね。例えば私がマニフェスト本の未来を探す。 これ普通の検索の使い方じゃないですかでも人間ってこんな検索の仕方しないんですねもっともっとアバウトなんですよだからえその辺なんか改善されたいそういうふうな思いはあのレシピとかにも表れるんですかねそうですね、あのー、ちょっと見せてもらっていいですか、はい、先ほど見せていただいたのは、まあ、つまり全国、えー、6000以上のかな図書館から縦断して 横断的にです、ね、好きな本っていうか自分が求める本があの本図書館にあるのかないのかこれを探せるとでも吉本さん実はない本を見つけ,ら見つけたいって言ってて言んです、ね、そうですすねそうの例えば今カーリルレシピっていうサービスではあの、まあ、とにかく書,、まあ、書評というかこう本にコメントするサイトってのはいっぱいあったんでカーリルでじゃあどういう 本の紹介の仕方をしようかなって考えたときに、まあ、日本一ハードルが高い本の紹介のサービスを作ろうというふうに思ったわけです。でちょっとこ,うまあ、こんな感じです、ね「波の日」っていうテーマで今書いてるんですけどもまずこう本は3冊以上じゃないと登録できなくてはねられるとで1冊ずつにコメントを100文字以上つけなきゃいけなくて。 そのまとめたものに対してさらに100文字以上つけなきゃいけないみたいなちょっと面倒くさい本の紹介サイトというのをあの作ってみましたで結構これはあのもちろんカーリル図書館の人が結構使ってるっていうのもあってですね図書館でも結構使われてますねこれも図書館とかあの結構こう図書館の中で作ってる例も多いですねこれは図書館の方がレシピを作られているそうですね 図書館の方、なんて言うんてううでしょうあの専門的に行くとオーパックとかの方が好きだとかないですかねあの案外、案外使ってくれてますね、あのまあ、どんどん勝手に増えていってて、本当にびっくりという感じです、ね、あの一昔、あのまあ、カーリルが出る前、出た後っていうのは、私はすごく大きくこれから変わっていくんじゃないかと思うんですけども、カーリルが出る前は、つまり専門的な人に頼んで、図書館員の人にこれないですかって探してもらう。 こういう姿勢が図書館で本を探すっていうことだったような気がするんですね。ただ、それが今あのまあ、私はあの上に向けてパソコン持ったりはしないんですけども。あのいろんな端末でこれができるんですよね。そうですね。あの、スマートフォンとか windows のたまあ、8のアプリとか、結構いろんな端末でカーリルの検索のアプリとかも出してますので、あのそれそれぞれの端末で蔵書検索の仕方ができると。いう感じですね。 何かからのアクセスが多いとかってあるんでもうやっぱり最近伸びてるのは確実にスマートフォンになってますあのスマートフォンからのアクセスっていうのが多分去年ベースで、えー、去年からで倍以上になってまして伸びてるところはほとんどスマートフォンっていうことなので、まあ、特にやっぱりカーリルっていうのが、まあ、少しずつ最初はやっぱり IT に詳しくってまあ何ていうんですかねコンピューターが好きな人っていうところから こうユーザー層というのをスタートしたんですけどもまあ最近はやっぱりまあ着実に徐々にではあるんですけども図書館のユーザー層というか非常に広いユーザー層に使っていただいているなっていう感覚はありますね何歳ぐらいのユーザーとかそういうことはかかるんですかえと実際まあここで個人情報をそんなに取っているわけではなくてそこまで分からないんですけどもえーまあユーザーアンケートで取ったところですと。 あもちろんこう30代、40代ぐらいの女性とかあと結構10代の方が多いという結果が出ましたあの20代ぐらいが結構抜けているユーザー層としては、まあ、っていうのが正直なところのやっぱりあの無料図書館で本借りるの皆さん実は無料なんですよって皆さん、知ってらっしゃると思うんですけども <laughs> それは影響してますかね。 そう10代というのであとアンケートでも子どもから教えてもらったっていうようなあのやっぱり子どもの方がいろいろ検索してなんか勝手に探し方というか情報の探し方っていうのを習得しているみたいで実は大人の方がそこがゆっくりっていう感覚は、まあ、アンケートから読むとそんな感じはしました。 今小学校や中学校でもパソコンをどんどん取り入れて使っているわけですけどそういった人たちがまあこうこういう検索ということ自身に慣れてまずその検索になれるキーボードになれないといけないなというのはまあすごい年取った私たちだけでそうじゃない人たちもっと若い人たちは小学校の頃から名刺作ったり新聞作ったりをパソコンでやるという時代ですから、まあ、それをまあうまく取り入れると本当に。 無敵図書館がでできそうな感じです,かねですねあとやっぱり若い人たちって多分自分はですかこう、えー、デジタルネイティブというかそういう世代ではないのかもしれないですけどももう検索から入るっていうことに多分なってきていてその図書館の棚に行ってとか書店の棚に行って探すっていうよりはもうまず検索しないとそもそも始まらないっていうふうになってきてるんじゃないかなっていうのはありますね、まあ、そこはやっぱり責任が大きいところかなっていうのも感じます。 あの生活習慣というかすごくあのなんて変わってきているというの実感もあると思うんですけどこのカーリルというのは公共的なものを利用したベンチャーというふうな位置づけでいいんですすかねねそうですねあの最近、そういう文脈でやっぱりオープンデータみたいな文脈で取り上げていただくことも多いんですけどもそこまで実は最初大げさなものではなくやりたい方法がこの方法しかなかったとっいうのが正直なところ。 逆に言うとこういう方法を使えば公共みたいなところであんまりこう自分たち何もできないんじゃないかというところでも何か新しいことできるんじゃないかというのはやってみてあの楽しかったっていうとうころですねこうあの公共み,、まあ、みんなのためにというその先ほどその RY システムというの最初に作られたというところでえ私が聞いた話ではふるさとでえ防災システムを作って,たっていた。 って聞いたんでですすけど本当ですかそうですねあの防災あの、防災系のシステムっていうのは、いろいろ市役所のシステムとかも、まあ、中津川市、地元に行くと IT が分かる人がいないので、まあ、何がメリットがあるかというとどんなことも担当できるということで、まあ、非常にいろんなことをやりました定額給付金でお金を配るみたいな仕事もしましたしそういうふうに防災の仕事もして、まあ、その時感じたのは <laughs>、 やっぱり命がかかっている仕事ってすごい大変で、まあ、今もそういう仕事をやってるんですけどあの消防本部みたいな電話がかかってきてシステム動かないとか言われるともうすごいビクビクなわけですよ。まあ、大体こう職員が使い方分かってなくてボタン間違えてたとかそういうことなんですけど、まあ、そういう世界もあるし、まあ、カーリル図書館っていう世界に今度来てみると、まあ、結構、かね、面白いことできるというか。 今度人の命がかかってないっていうことなので,まあ何でもや、まあ、図書館の人たちはシステム止まったらすごい困るとか言ってるんですがまあそれで正直、すぐに死ぬ人はいないっていうのでま,あまだまだこれは遊べる世界だなっていうのも別にその遊あただ遊べばいいとは思ってないんですけどがそれぞれの良さがあるかなって気はしますね、そのキリッとしたところもいいですし、まあ。あのちょっとこだわるよじゃ あ,あこだわっているのかなあのー、高校生の頃にその防災システムに関わっているっていうのはまさか市が発注するわけじゃないでしょえっとその段階でも市が発注していますあそうですか、はい、すごい中津川市すごいですね普通のところまでとか <laughs> ゼ,ゼネコンじゃないですけれども大手丸丸システムみたいなところがまず受注してそれをあのソフトウェア会社に出しソフトウェア会社がフリーに出すっていうのがまあ十年前ぐらいだと一般的な流れですよね。 そうですねなんかやっぱりそうなってしまったところに自分自身あんまり興味がないなというのがあってですねこう使用書とかこういうのを作ってくださいって言われるともうなんかできる完成図見えてるんでいるまで僕がやんなくてもまあできるの見え,見えればいいかっていうところがあってですねこれまあなんか勝手なこと言ってるだけなんですけどもこうなんか作ってみてその結果が分かんないものってやっぱ作ってみたいっていうのはありますね。 えー、そろそろあと少ししか時間がないのであのせっかくこんなに多くの皆さんに集中して聴いていただいているのであの今日は何でも聞いていい日だと思うのでもしもあの本当に個人的な興味からでもじゃあ本もウェブも,、えー、もう同じ変わらないよというのは、まあ、ある年齢層だったりある属性の人たちにとっては実感だと思うんですね。でも、まあ 大部分の人はやっぱりその実感って共有できていなくてであの、まあ、これは、まあ、ある種、図書館とは言っているけれども本というメディアをそういうい、まあ、ウェブでもあり、本でもありというところを通そうとしているのかなという試みに見えるんですけれども1つの可能性として今、図書館だけでやられていますよね、これ書店の棚も全部入れちゃうとかということは考えてないです例えば、ある個人でやっているフロー屋さんがうちの棚を全部ここに登録したいとか新刊書店でもいいと思うんですよね。マルゼンが これうちの棚全部登録したいとかでそこまでいくと多分それこそ本当本とウェブがまあ全く同じ環境になるということはより近づくのかななんていうのを話を聞いていて思ったんですけどもそういうことは考えられていませんか。えっとですねもちろんあのやりたいっていうのは最初から言ってますあの要は所蔵っていうのはまあ。 個人が持っているものまで正直出ればいいかなと思っていて例えばブクログとかに載っているものも合わせてみたいっていうのは正直なところですでやっぱりそういういろいろなウェブサービスをカーリルの API で串刺しして見えるようにするっていうのはやりたいというふうに思ってますまあプラットフォームの方はほぼ問題なくってあの実際進めてるところもあるので実際こうカーリルの API 使ってるアプリとか あのカーリルっていうサービスだけじゃなくてそういういアプリもいっぱいあるのでそこにいろいろなサービスが本があるかないかって情報を出せるようにするっていうことが一番ワクわくわくするかなっていうふうには思ってますぜひやりたいというふうに思ってますぜひそれを生態系として全部できるようになってそこに各個人、ユーザーが自分の棚を作れたら本当にもうあの素晴らしい世界になると思いますので期待しますありがとうございます。 やっぱりそこに関しては実はカーリルもまだ6人でいっぱいいっぱいやってていっぱいいっぱいとてところがあって、まあ、今、本当にいろいろな事業者というか、まあ、個人もそうだしウェブの そういういエンジニアの人たちが本はどうやって管理するかみたいなのをいろんな方がやられていてカーリルとしてはもうそういうところともうとにかくいっぱい手を組んでまあどういうところで自分が管理してそれぞれいろんな使いやすいサービス自分はメディアマーカーがいいとか自分はブックログがいいとかまあ新しいサービス作りたいみたいなところも全部こう包括していけるようなところが API で実現できたら面白いなっていなう,うには思ってますね、うんえー、とまだ時間があるのであの聞いてみたい方もしいらっしゃればぜひ。 そうですね、私、あと,その、えーとですね、今回、えー、アメリカの,そのデジタルブック2013というイベントがあるんですけれどもカンファレンスというんですかねで、えー、その時にバウカーというアメリカの ISBN を管理している会社の人が、えー、ISBN がない本ですから、例えば Kindle で売るために ISBN が必要がない自分の本は ISBN がなくても自分が例えば私が吉本さんに500円よって言って売ったら あの形ととしししててては個人リューとして成立してるんですよ、ね、でこうそういうその ID がないものっていうのは、まあ、将来すごく重要な取り組みになるんじゃないかと思うんですよ図書館ベースですらもで国会図書館がまた電子的なものを取り入れるというのをあの PDF のやなんかのハウを認め始めるっていうのもあるじゃないですかこういうものは将来カーリルはどう,どう取り入れていこうと思ってるんですかあのー やっぱ考えてることは考えてるんですけどあんまり考えてるだけっていうと面白くなくてやっぱなんかやりたいっていうところがあるわけです。ででまあ、直近でやっぱやりたいと思っていることが、まあ、とにかくやっぱ行動を振っていくべきじゃないかっていうのをずっと思ってまして、まあ、今実はカーリルでも内部的に ISBN がない本に対してその図書館の ID と その図書館の累計のリビジョンとさらにその図書館が振ってる書士の ID みたいなので管理はしてるんですけども、まあ、とにかくそれがいくら変わろうと多重に振られようと、まあ、リダイレクトというか関連付けの情報をちゃんと整備していくことが重要じゃないかなとあの全然その紐付けの情報を頑張って作ったものが各図書館単位で飛ぼうが、まあ、全体としては関係ないとなん,かなんとなく集約されていくようなデータベースってできないのかなっていうのを。 考えているところですねそれはまあ今 API の中で日々検索されてその中で ISBN がなかったものなんかが出てきたときにこうデータとして取っていくことで何か面白いことできないかなというふうには思っていますあ,ありがとうございます今日私自身はあのすごく面白い話をたくさん聞けました皆さんどうだったでしょうかあの立ち見の方すごく多くて申し訳ありませんでしたえー、あのお時間なんですけど こちらのですね、はがきあのカーリルさんが持ってきてくださったものなんですが図書館のサービスについてちょっと書かれているのでもしよろしければ持って帰っていただいて何よりもどんな端末でもカーリル使えるとおっしゃっていたので、えー、ぜひ一度アクセスしてみてください。あありりががととううごござざいいまます。した。